ジャーヒズの動物の書より、キリンのズ・ジャーヒズは、旧世紀のイラクの文人。博物学的内容の動物の書や、ムータズイラ派の進学論、政治宗教に関する論争など、多岐にわたる内容の作品を三文形式のアラビア語で表した。あだ名のジャーヒズは、張り出した目を意味する。本名は、アムルといい父親の名前は、バフルである。 アブ・ウースマーンの国屋があり、南イラクのバスラに由来するバスリーのニスバがある。ジャーヒズに関する電気的情報の主な情報源としては、ハティーブ・バグダーディー、イブン・アサーキル、ヤーグートの各著作が知られている。ジャーヒズが生まれついた家系は、アラブ部族の一つ、バヌーキナーナに帰属するマワーリーの一家であり、取り立てて、名家というわけではない。父方祖父は、 ハバシュ出身の黒人奴隷であったようである。ジャーヒズはヒジュラ歴160年頃にバスラで生まれた。ジャーヒズの著作のほとんどすべてが彼の出生地であるバスラではなく、後に彼が移り住んだバグダードかサーマッラーで書かれている。にもかかわらず、ジャーヒズの思想に深い関わりを持つのはバグダードでもサーマッラーでもなくバスラの知的、文化的環境であった。 ジャーヒズが生まれた頃のバスラは南イラクで最も繁栄した都市の座をクーファと競い合う大きな街であり、この街のモスクや市場には人が集まってイスラーム教の教義や政治について活発な議論が繰り広げられていた。この時代のバスラやクーファのモスクに集まって議論した人々を特に指す言葉としてマスジティーウンという単語が生まれ、バスラにはミルバドの死という そのような議論が繰り広げられたことで有名な史上もあった。ジャーヒーズはごく若い頃からマスジディーウーンの議論に加わり多くを学んだ。子供の頃のジャーヒーズはとにかく好奇心旺盛で早く自立したいと願いながらも怠惰であったという。これ以外の情報はほとんど知られていない。バスラで学んだ後にアッパース長のカリフであるマームーンの招きによりバグダードに移り、 アラビア語の詩や伝承をもとに、説話文学などの三文文芸を確立した。主な著作に、修士法について書いた、郵便と明快の書、博物学的な内容の動物の書、ペルシア人を風刺した、ケチンボード、モノ書などがある。ありがとうございます。